あなたの有様、ゆり子様ということで、本日も三個系ホテルからお届けしております。今日ですね、あなた、なんと節分なんですね。節分っていうのは、鬼は外、福は内って言って、鬼を外にやって、福を家に入れようね、うちに入れようねっていうね、イベントなんです。世の中は鬼になって子供を驚かせるみたいな、4個散らばかれまくる日なんです。はい、ですが、これを今撮っているので、あげるのはまだだいぶ先になっています。ということで、本日の企画、生後3ヶ月の娘に鬼になって現れたらどんな反応するのか。生後3ヶ月ってようやくこう目で人を追うようになってきたんですよ。まあ、生後3ヶ月ってまとめちゃうとあれなんですけど、まあ、うちの子はですね、やっとこう人をこう、人が動いたらこういう風に追いかけるようになってきたのと、あとこうやって手足がすごいバタバタさせるようになりましたね。ということで、ちょっとやってみよう。まあ、この三個系ホテルだからできることかもしれない。なかなか普通のホテルも、普通のホテルに3ヶ月の赤ちゃんを連れていくっていうのはちょっと私はどうかなと思うんですけども、泣くかな、笑うかなというところでやっていきたいと思います。待ってろ。はい、ということで、こちら節分ということで用意しました、鬼のお面。こちらで生後3ヶ月の娘はどんな反応するのか、やっていきたいと思います。怖くないの、これ怖くないの。ガーン。
はい。ということでさ、まあ大きな声を出したら多分びっくりするよね。ガーって言ったらね。ということはこの鬼のお面は怖くないってことですか？はい、ということです。この鬼のお面がちょっと可愛すぎたっていうことですか？本人楽しそうです。楽しかった？いいね、これが節分って言うんだよ。うん、またバージョンアップしてやっていきましょう。ということで皆様、生後3ヶ月の娘に鬼のお面を見せたらどんな反応をするのかという検証は喜んでました。よく分からず喜んでおりましたね。怖くないね、これね。ちょっとびっくりする。ちょっとびっくりしてる。はい、っていう感じでした。ちょっとびっくりしてる、わーって感じ。見てるよね、でもね、怖くはないんだ。かわいいですね。来年は泣かせちゃうかもしれないよー。ということで皆様、最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと各 SNS のフォローもお忘れなく。またねー。